今回はメルカリで購入しましたボブマト商品を見ていきたいと思います。まずメインのこちらですね、ロマンティックリングボックス3、そしてユキ、まあ、このユキに関しては実はメルカリではなく、友人と交換したものになります。そしてこちらのアズラ、こちらがなんと日本未発売ということで、ホワイトムーンというタイトルのアズラですね。じゃあまずこちらのねブリスターから見ていきたいと思います。ブリスターパッケージって日本だと4000弱してるイメージがあるんですが、これねメルカリでだいたい2000円ぐらいで購入することができました。ないとは思いますけど、これ本物かなって日本の半額ぐらいでね売られていたので、ちょっとね怪しんではいます。そしてこのね持っているアズラが持っているこの月なんですが、これ蓄光らしくて光るということなんですが、古いからなのかわかりませんが、軽くね電気当てて消したぐらいじゃ全く光ってくれないというね、だからちょっと不良品なのか、それともそもそもこれが本物なのかっていうのがちょっとわかりません。まあ、海外のなんでね、日本未発売って言われたらもう比較のしようがないと思うんですが、でも後ろのパッケージとか見る限り、このちゃんと商紙みたいなシール貼ってあるし、ポップマートだし、アズラってちゃんとね間違ってないんですよね。なんか昔すごいそっくりなやつは、なんかディム君とかもなんか綴りが変えられてたりとか、微妙に一文字違いみたいなやつがね結構あったりするんですが、まあ、このパッケージに関してはそんなに、このパッケージからはね本当偽物感といいますか、明らかにコピー品だなっていう感じは全くしないんですよね。まあ、だから多分おそらくこれは本物で間違いがないと思うんですが、なんか光らないのだけがちょっと残念。わかんないな、パッケージ入れてるから光らないのか、それとも経年劣化的なもので光らなくなっちゃってるのかはわかりません。いいですね、この間買ったアズラのパッケージもこんな感じで月がね書いてあったんですけど、これですね、こっち、なんかほんとついになるぐらいめちゃめちゃデザインがそっくりというかいい感じのデザインですね。うわ、すごくいい感じ。やっぱいいね、塗装がめちゃめちゃ綺麗。そして体の周りにめちゃめちゃ星がくっついているんですが、この星もめっちゃいい感じだし、この天使の輪っかみたいな、ここのね表現もいいですね。後ろはこの妖精っぽい羽がいいし、ラメがねちょっと入ってんのもいいですね。頭がツルツルでめちゃめちゃ綺麗。はい、足はね片足怪我しちゃってますね。月を持って雲の上で佇んでいるという感じです。まあ、今回これが2000円で売られていたということは、日本とはそもそも売り値が違うっていう可能性もありますよね。中国のが安く手に入る可能性ってのは全然あるかなと思います。なのでこの方は2000円で売っていても、まあ利益が出るということなんでしょうね。まあ日本ではまあ買えないデザインということなんで、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、一つ目はアズラ、では二つ目ユキ、二つ目のこちらのユキに関しては、自分のあまり狙いではなかった風鈴と交換してもらいました。交換してもらったものはこちら、せーの、じゃじゃん。はい、星空というね、中に砂が入っていてボールも入っているというね、めちゃめちゃおしゃれなやつです。いいよねこれ、この表面がさラメラメな感じになってるのもいいし、そこの部分触ったら今手にこれがついたんですけど、これもしかして漏れてる？ちょっとねザラつきがある感じなので、きちんと蓋が閉まっていないのか、蓋の隙間から出てきてしまっているのか、ちょっとね怖いですね。これ経年劣化によってどんどん中身が出てきてしまう可能性もあるのかなと。あんまりだから振り回さない方がいい、そっとしておかないといけないフィギュアだなと思いました。やばい、ここら辺とか手前が今砂だらけになってしまった。カードはこんな感じ、いいね。はい、そしたら今回のメインはこちらです。ちょっとねトラブルもあったんですが、このアズラと同じ方がね売ってくれたこのリングボックスコレクション、今回のラインナップもうね一択ですよね。もう自分の動画を見てくれてる人だったらわかるかもしれませんが、狙いは久保くんです。そして一発で出す自信が全くなかったので、メルカリで定価よりちょっとだけ高い久保くんを購入しました。こちらです、緑色のこの子ということで、まあ、中身はでもこう開けられちゃってるんですけども、見ていきたいと思います。でもポップマートでちょっと怖いのが、カードはあってでも中身が違うっていうパターンが稀にあるらしいんだよね。だからそれだったらもう最悪じゃんと思って、その出品者も気づけないし、買う人も挑戦するというね。ただこちらも見えていますが、付属品の指輪、これはね久保くんの指輪なので、まあ間違いがないでしょう。めっちゃ楽しみ、いきます。
せーの、じゃん。うわぁ、嬉しい。カードはスリーブに入れてくれてますね。クボスペース。いいですね。うわぁ、めちゃめちゃ可愛い。今回のクボくんはかっこいいというよりかはちょっとね、可愛い寄りのデザインになっているんで、どうかなとちょっと思ったんですが、やっぱね、他の子たちとの統一性も考えたら、このね、可愛い系で良かったのかなと思います。そしてこのね、ファンタジーな世界観にはやっぱ可愛い方が合ってますよね。で、ここのね、輪っかの金色の部分を回すと開くという。うわぁ、いいね。わぁ、めっちゃ可愛い。時計になってるんだ。この下の秒針は、あ、動かせる。好きなね、時刻にすることができるようになっています。これいいね。星座？久保って書いてありますね。こちらなんて書いてあるんだろう。久保までは読めたんだけどな。こっち側が読めない。なんだろう。数字が書いてあるのはいいんですけど、その周りがさ、トランプなんだね。まさかのアリスモチーフなのか、これは。可愛いだけじゃなくて、こう、ちょっと傷っぽいマークみたいなのが入ってるのもいいと思います。これはだから、アリスに出てくる時計ウサギがモチーフなんだね。だから、盤面が時計になってて、ちょっと白黒でアリスっぽい感じになってるのかな。マントって言ったらいいのかな。スペードの絵柄が書いてあります。指輪はこちらのデザインです。黒いウサちゃんが星を持っているというデザインですね。この開いた状態でさ、ロックみたいにちょっとカチッとできたらよかったんだけど、そういうことはなく完全に簡単に動いちゃう感じなんで、飾るときにちょっとリングに手を触れないようにしながらね、しっかり置いとかないといけないっていう感じですね。そしたらね、最後にアズラをさらっと見て終わりたいと思います。先日、地引きしたこちらのアズラ、サンシャインです。これがね、やっぱもうデザイン良かったんで、これのね、ついになる子も欲しいなと思って、それはこちら、じゃん、赤い子です。3ですね。こちらやっぱ2つ揃えたくなってしまって、もうね、これは買わざるを得なかったというか、もうこれはね、絶対に欲しいってなってね、買ってしまいました。この頭のトゲトゲもさ、ちゃんとグラデーション、黒から赤になってるっていう、この感じもいいし、服がね、真っ黒い服着てて、金色の装飾なので、めちゃめちゃ目立つという、そこもいいですね。ちょっと飾るとね、下向きになってしまうので、ちょっと高めの位置にやっぱ置いてあげないといけないかな、という感じではあるけど、めちゃめちゃ良い。やっぱアズラ可愛いわ。そしてもう一つ。こちらです。メルカリで同じシリーズかなの、このサボテンとかドクロがついている、この足怪我している子を手に入れました。頭には結構どぎつい。骨の被り物をしていて、後ろにはクモの足かな、なんだろう。なんか昆虫の足っぽいものが背中から生えているという、結構ね、すごいデザインで、これはね、欲しいなって思ってたら、これね、なんと、メルカリでめっちゃ安くて700円ぐらいで手に入れることができました。めっちゃね、タイミングが良かった。いや、嬉しい。そして、もう一つ。こちらです。まあ、これのね、色替えということで、手に入れることができました。めちゃめちゃ可愛い。ちょっとグロさは第一弾の方が上なんだね。骨のところにさ、血がついてるし、包帯もね、血がついて怪我しているし、サボテンにも血がついちゃってる。こっちも血だったんだね。あんまり血っていう感じがしなかったけど、これと比べたら、あ、血なんだこれっていうね。はい。ということで、このね、二つを手に入れました。こっちもね、定価以下では手に入ったので、めちゃめちゃ嬉しいです。こっちがデザート、砂漠。こっちがサンドストーンは化石かな？へー、すごいね。本当にこのシリーズさ、なんで、この、カードのサイズ統一してくんなかったんだろうね。ちょっとしまいにくいじゃんっていう。ポップマートは意外とカードのサイズがバラバラっていうことが多いので、収納するときに結構ね、困っちゃうんですよね。どのファイルに入れるべきかっていう。ぴったりのやつに入れたいけど、そうすると、こいつとかはまた別のファイルを探さなきゃいけなくなっちゃうから、そうするとめんどくさいなと思って。ちなみにね、細いタイプのファイルはこれです。これはね、セリアで購入しまして、こちらはね、名刺サイズの高透明ファイルみたいな感じでね、売られていたものです。こんな感じで、片面だけに入れるようにしています。これね、自分が好きな、坊主の男の子のシリーズ。可愛いですよね。はい。という感じで。まあね、全然まだ全部、しまいきってない部分もあるし、そもそもね、フィギュアを手に入れたとしても、カードが付いてない場合っていうのもあるんで、カードはね、できるだけ付いてるやつを買いたいところではありますが、やっぱね、もうなくても、最悪カードはいいかなといった感じで集めています。そう、このリム君もね、ちょっとやっぱサイズ違うんだよね。はい、今のところこんな感じですね。はい、ということで今回もね、大満足のメルカリでの買い物でしたが、
いやー、本当にどれもいいね。ポップマートの男性キャラだとやっぱ久保くんが一押しなんですが、女性キャラはやっぱりアズラが第一かな、今のところは。今後もやっぱりどんどん集めたいなって思ってしまうぐらい可愛いキャラだなと思ってるんで、本当に今後も楽しみだし、過去作の久保くんとかね、アズラとかもまた変えたらこうやってご紹介したいと思うし、まあ、そしてね、メルカリで買ってまだね、紹介できてないやつとか、まだ届いてないやつとかがね、あったりするので、まとめて紹介できたらなと思っております。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。